ツイステッドワンダーランド。こんにちは、サリです。ツイステッドワンダーランド続きやっていこうと思います。前回はマジカルシフト大会に向けての寮長会議が行われたんですけど、その寮長会議が終わったところまでしました。それでは続きを見ていこうと思います。スタート。エピソード2-7、続出アクシデント。オンボロ寮談話室。何もかもにやる気が出ねえんだぞ。それもこれもマジフト大会に出られないせいだ。そう、この主人公とグリムのオンボロ寮は人数不足でマジカルシフト大会には出れないことが分かって、グリムがすごい機嫌が悪いです。そんなこと言ったってまだ諦めつかないの？どうしたグリボー、なんだか最近ケツヤが悪いな。もうなんかこのゴースト3人組とも仲良くなってる気がする。マジカルシフト大会に出られなくて拗ねてるんだってさ。ゴーストはマジカルシフト大会には出たらあかんのかな。ゴーストも参加していいんやったら、このゴースト3人組とグリムと主人公とあと2人で出れそうやけど。そんなにマジカルシフトがやりたいならわしらが相手してやるぞ。え、マジカルシフトできんねや。じゃあ大会も出れるんちゃう？出たあかんのかな。90年前はわしも選抜メンバーに選ばれてキャーキャー言われとったんじゃ。そうなん？選抜メンバーやったん？すごい。ってことは強いんやんな。一緒に出てくれへんかな。父にいねえとできねえんだろ。試合じゃなければ関係ないさ。さ、始めるぞ。始めるって何？マジカルシフトやんの今から。わあ。すごい、マジカルシフトやってる。このグリムが持ってる円盤をゴールに入れたら1点取れるってことやんな。楽しそう。おー、楽しそう。オンボロ寮。おや、皆さん、マジカルシフトですか？おー、校長先生、珍しい。オンボロ寮に来るなんて珍しい。げっ、今一番テンション下がるやつが来たんだぞ。
寮内のゴーストさんたちとも仲良くやってるようですね。感心感心。いつの間にかどんどん仲良くなってました。別に仲良くしてねえし。え、何の用なんだぞ。君たちに頼みたいことがあってきました。立ち話もなんですから仲を。頼みたいこと？マジカルシフト大会の準備のお手伝いとかかな。つうかなんだよ頼み事って。俺様たちはもう雑用係じゃねえんだぞ。うんうん。おや、私は君たちの衣食住をタダで保証するなんて一言も言ってませんが。じゃあどうしたらいいの衣食住。校長先生のお手伝いしたら衣食住タダにしてくれるってこと？労働とは美しいものですね、グリム君。うわ、そういうことやん。校長先生のお手伝い新品と衣食住タダにしませんよっていうことやん。断る選択肢がない。お、脅しだ。うん、では改めて本題に入ります。実は最近学園内で不審な事故による怪我人が続出していまして。あー、怪我人ね。前回の最後にマジカルシフト大会に出る気満々やった、出ようと思ってた生徒が階段から落ちてたよな。あれのことかな。あの生徒だけじゃなくて他にもいろんな生徒が怪我してるってこと？それについての調査をお願いしたいのです。あ、校長先生、私犯人知ってます。ラギー君です。怪我人？多分マジカルシフトが上手な生徒ばっかり怪我してるんじゃない？ええ、階段からの転落や熱湯による火傷など原因は様々ですが、ここ数日で急に保健室の利用者が増えたんです。昨日も階段からの転落事故があり、これで怪我人は10人目。その10人はマジカルシフトが上手な生徒ですか？誰も重症には至っていないのが救いなのですが。ただのおっちょこちょいなんじゃねえのか？マジカルシフト大会が近づくと学園全体が浮つくのは確かです。それにしても例年に比べて怪我人が多すぎる。しかも怪我をした全員が今年の大会の選抜メンバーに選ばれると注目されていた生徒なんです。わあ、やっぱりマジカルシフト大会で勝つために優秀なマジカルシフトが上手な生徒をどんどん怪我させていってるんや。はあ、つまりただの事故じゃない？事件の香りがします。君、名推理です。ただ事件とするには証拠が何もない。おお、名推理、褒められた。テレテテテレテテテテテレテレテテテテテテテ、犯人はラギー君だ。テレーン。全ての事故は人の目があるところで起きていて、しかも目撃者は口を揃えてこう言うんです。本人の不注意にしか見えなかったと。じゃあそいつらがドジってことなんだぞ。はい、解決。適当。
おやおや、グリム君投げやりですね。グリム今怒ってるから、大会に出れへんくて怒ってるから。だって俺様には関係ねえんだぞ。どうせマジフト大会には出られねえし、大会がどうなろうと知ったこっちゃねえんだぞ。ピッピッ。そうですか、とっておきのご褒美も用意していたんですが。この事件を解決したらマジカルシフト大会に出れるっていうご褒美じゃないと多分グリムは動かへんと思う。その手にはもう釣られねえんだぞ。ツナ缶100缶積まれたって協力してやんねえ。わあ、ツナ缶100缶でもあかんねや。相当すねてる。ではマジカルシフト大会の出場枠というのはいかがです？おお、え、マジカルシフト大会に出れるってことやんな。え？え？事件解決の暁には君たちの寮にマジカルシフト大会出場枠を用意して差し上げましょう。おお、すごい。グリムマジカルシフト大会出れるよ。主人公も出てもいいってこと？大会に参加していいってことやんな。どうです、私とびっきり優しいでしょ。出た出た。ふらグリムが固まってる。大会に出られればその勇姿は世界中に放映、さらに満席のコロシアムの喝采を浴びることができますよ。ヒューヒュー、期待のルーキーグリム選手の入場です、なんちゃって。これはグリム喜ぶ。これはやる気出る。やべえ、その光景が目に浮かぶようなんだぞ。もうグリムの妄想が広がってる。ですが今回はご協力いただけないんでしたよね。残念ですがこの話はなかったことに。わざとらしい。ちょっと待った、やる、やるんだぞ。おや、やるんですか？大会に出してくれるなら話は別だな。もうグリムやる気満々やん。犯人を捕まえてマジフト大会に出よう。マジフトって選手が7人必要なのでは？そうやんな、7人いいひんけど大会に出してくれるのかな。そこはほら、学院長がマジカルなミラクルでなんとかあと5人の選手を補填してあげます。どういうこと？怪しいな、これ嘘じゃないよな。ちゃんとマジフト大会に出してくれんねやんな。信じていいんやんな。おい、そんな細かいことは後でいいから、早速聞き込みに出かけるんだぞ。2人とも頼みましたよ。もう校長先生の思うツボ。怪しいな、怪しかったな、マジフト大会に出してもらえんのかな。エピソード2の7まで終わりました。それでは次回から犯人を探しに行こうと思います。多分ラギーくんやけど、グリムと一緒に調査していこうと思います。それでは今回はこの辺で終わろうと思います。見てくださってありがとうございました。